こんにちは、大阪府守口市の総合整体サロンブリスの竹谷です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回は頸椎ヘルニアや頸椎症で神経を圧迫されているとはについてお話しさせていただきます。これを見ている人は医師から頸椎ヘルニアや頸椎症と診断された方と思われます。病院に行きレントゲンや MRI を撮影してヘルニアが神経を圧迫している、骨が変形して神経を圧迫していると言われたと思います。そこで誰もが考えるのは、神経が圧迫されているならそれを取り除けばええやんとなりますよね。手術する際にはその考えが基本となります。そこでなんですが、神経が圧迫されている状態とはどれだけ圧迫されていると思いますか？ちょっと考えてみてください。例えば椎間板が1センチぐらい飛び出して神経を1センチ圧迫してるんちゃうかとか、変形した骨が神経を2センチぐらい圧迫してるんちゃうかとか、いかがでしょうか？ではこれを見てください。骨格模型です。ここが首の骨で、この間にある透明なのが椎間板です。ちょっとアップにします。ここですね、この透明なのが椎間板。例えばよくある5番目の下の神経圧迫ですが、これになります。これが1、2、3、4、5ですね。5番目の、椎間板、ここになりますね。奥なので見にくいですが、神経根はこの太くなっているところです。ちょっと別のところで見ますね、例えばここ一番見やすいですね、ここです。これが脊髄神経ですね。ここは脊髄神経で、ここ若干太いですね。でここから細くなってますね。これが神経根。図も貼っときますね。神経根の先は末梢神経となり、腕や手につながっています。脊髄神経から、首と骨の間に、神経根というのがあって、そこの先は末梢神経となり手にずっとつながっていくわけですね。いかがでしょうか？動画なので分かりにくいかもしれませんが、ここの神経根2、3ミリです。ここですね。もちろんね、各個人によってね、多少は、違いますけれどもね。神経が圧迫されて大変やと思っていても、実際に圧迫しているのは 0. 数ミリの話です。仮に1ミリも圧迫されていたら、神経の約半分を圧迫していることになります。ここをまず知っておいてください。その上で再度イメージしてほしいのですが、椎間板が神経を圧迫している状態、変形した骨が神経を圧迫している状態は本当にごくわずかであるということです。ですので当院の施術でも改善を目指すことができるのです。この動画を見ていただいた方が少しでも不安が和らげれば幸いです。はい、本日は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。失礼します。